トム・ド・サボアワは、フランスのサボアワ地方で生産される、牛乳を原料としたチーズの総称。なお、トムという語には他に、スイスやオーベルニュで作られる牛乳を原料とするチーズや、フランス南東部で作られるヤギや羊の乳を原料とするチーズを指す総称としての用法もある。その代表が、トム・ド・サボア。ワ。セミハードタイプに分類される。 カビの散った淡い灰色の表皮を持ち、中身は弾力があり、気候も見られる。ナッツのような香ばしい風味を帯びる。熟成に際しては表面に塩を振った後に、高温の熟成室で1ヶ月、その後低温の熟成室で2ヶ月以上寝かせる。MG の低さは、同時に作成するバターの余りの出汁入も使用するため。サボアの地は、冬になると雪で覆われる、山岳地帯で、 大量のミルクを使用する大型チーズ、ボウホールが古くから作られてきたが、陶器になると 40kg 以上ものサイズのボウホールを作るだけのミルクを集めることが困難で、各農家で作られるようになった小型のチーズがトムド・サボは古くから製造され、サボアのチーズでは最古の部類と言われるが、確認できる文献の書出は16世紀である。EU による PGI 認定は1996年。奥は2000年現在申請中。ただし、冒頭で、総称としたように、奥認定を受けている、トム・デ・ボージュも、トム・ド・サボアに含まれるほか、産地の村や地方によって、ボンヌ・ビル、ブーダーヌ、ペルブーといった名前を関するものもある。ミニ区民を混ぜ込んだトム・ド・サボアをオキマという種類もあり、この区民は地元で自生しているものを使用している。 他にも、マールを利用したトムをマールなど様々な種類がある。ありがとうございます。